私のやり方が気に入らなければやめればいい。君のような低学歴が辞めたところで次の就職先などないだろうがね。社長はニヤニヤと嫌な笑いを浮かべている。従わなければクビだと言いたいのだろう。俺には守らなければいけない家族や部下がいる。言いなりになんてなってたまるものか。俺の名前は正文。中小企業のスポーツ用品メーカーで営業している。高卒で就職してから25年。高卒だからと同僚に見下されることもあったが、俺は負けなかった。学歴が足りないならば、経験で補おうと、若い頃は新規開拓に全力投球したものだ。商談や販売促進イベントなど、土日も関係なく働き続けた。家族には寂しい思いをさせたが、妻も子供も俺の仕事を理解してくれている。先日、高校生の娘から父の日にネクタイをもらった。いつもお疲れ様と書かれた手紙をもらい、泣きそうになったのは内緒だ。売り上げは好調だし、社長にも仕事ぶりを認められ、今では部長にまで上り詰めた。すべてが順調だったが、社長が変わったことで窮地に追いやられることになったのだ。俺が社長になったからにはノルマを厳しくする。できない奴はクビだ。新社長は強い口調でそう言った。前社長が病気で入院しているとは知っていたが、まさかこんなに急に亡くなるなんて。新たな社長に就任したのは専務を務めていた伊藤。専務時代は特に目立たない存在だった。だからこそ急に強気な態度を見せられて、みんな動揺が隠せない。営業部はイベントや接待に金を使いすぎだ。経費を削減するためにもこれらを禁止にする。社長の言葉に部下たちがざわつく。イベントとは新たな製品を既存顧客に試してもらうもの。うちの製品をアピールできるチャンスだというのに。イベントを楽しみにしている取引先もいますし、接待費用だって常識範囲内です。高い店には行っていません。先方と親密な関係を築くことで売り上げを伸ばしてきたのです。それに前社長は私たちのやり方を認めていました。俺は営業部を代表して伊藤に物申す。社長が変われば経営方針が変わるのはやむを得ない。だが譲れないところだってあるのだ。しかし伊藤は鼻で笑うと、今の社長は私だ。どうしても接待がしたければ自分の金を使うんだな。と言って去っていった。接待費用個人持ちなんてあの社長どうかしてるよ。部下たちから混乱と社長への苛立ちの声が聞こえる。まず彼らを落ち着かせるために俺は言った。禁止と言われても先方との約束もある。私が社長ともう一度話してみるから。部長がそう言うならと部下たちは落ち着き、自分の仕事に戻っていく。俺は資料を手にすると社長室に向かった。ご説明した通り、イベントを行うことで売り上げにつながっています。ここ数年間の接待費用をまとめましたが、金額は年々減っていますし。数字で見せた方が納得できると思い、データを伊藤に見せて説明をする。だから、意見を聞いてほしいと訴えたが、手を振られてしまう。ああ、イベント時の休日出勤手当を考えると無駄だ。すぐに辞める方向で。と、全く聞く耳を持とうとしない。その後も説得を続けるが、無駄の一点張りだ。ついには、忙しいからと追い出されてしまう。諦めの悪い俺は、明日も説得に行こうと考えていた。先輩も追い出されたんですか？廊下で声をかけてきたのは、営業部から商品企画部に移動した元部下だ。話を聞くと、商品企画部は研究開発費を削れと命令されたらしい。そんなことをしたら、いい商品が生まれないと反発すると、
リストラを示唆するような言葉を吐かれたとか。自分に盾つく人間は会社から追い出すつもりみたいです。専務時代から虎視眈々と社長の座を狙っていたようですね。先輩も気をつけてくださいと言って元部下は去っていった。いろいろな部署にテコ入れをして従わない社員を解雇させるつもりなのか。卑怯なやり方に納得できず、負けるもんかと闘志が湧き上がってくる。翌日も俺は社長室に行き、意見を聞いてくれと訴えた。部下が一生懸命考えたイベントの企画を成功させてやりたかったし、取引先との親睦を深められる接待を禁止にされたくなかった。連日やってくる俺に呆れたのか、伊藤はぶっきらぼうに言った。そこまで言うなら、今入っているイベントや接待は許可しよう。ようやく意見を聞いてくれたと、俺はほっとした。しかし、その後の言葉に絶句してしまう。ただし、今後のイベントや接待は個人の金であれ、休日出勤手当も出さん。イベントで発生した残業代もつけるんじゃないぞ。は？部下たちにただ働きをしろとおっしゃるんですか？社長という立場の人間が労働基準法に触れるような発言をするなんて、そんなこと許されるはずがない。それはできません。社員にだって生活がありますから。労働に見合った対価をもらえないのであれば、やる気だってなくなります。俺が若い頃に頑張れたのは、頑張った分、どんどん給料が上がっていき、ボーナスに反映されたからだ。それがもし、ただ働きだったら、とっくに辞めていただろう。私のやり方が気に入らなければ、辞めればいい。君のような低学歴が辞めたところで、次の就職先などないだろうがね。俺が高卒だと知っている伊藤は、ニヤニヤと笑っている。クビになりたくなければ従え、と言いたいのだろう。低学歴だから、何なんですか？私はこれまでの実績に自信を持っています。ありがたいことに、私を担当にしてほしいと言ってくださる取引先も多いです。いい部下にも恵まれ、営業部は売り上げを伸ばしてきました。私が辞めたら困るのは、社長だと思いますが。あまりに伊藤が横暴すぎて、つい反論をしてしまった。すると、伊藤は顔を真っ赤にし、なんて生意気なんだ。お前なんてクビだ！と、追い出されてしまった。部署に戻ると、部下たちが心配そうに声をかけてくる。社長の怒鳴り声が廊下まで響いていたからだろう。心配するなと伝えたものの、どうしたものかと考えていた。ふと携帯を見ると、一件のメールが届いていた。それは、和樹からの飲み会のお誘いである。和樹とは、高校時代の友人。彼は大学を卒業後、スポーツ用品店に勤めた後に起業した。うちの会社に来ないかと何度か誘われていたが、部下たちの教育があるからと断っていたのだ。正文が来てくれたらな。新しい社長、最悪なんだろ？転職してこいよ。俺の愚痴を聞いた和樹はそう言った。俺が抜けたら困るのは部下たちだから。部下を見捨てて、俺だけ転職なんてできないよ。ふうとため息をつくと、和樹がある提案をしてくれる。そのことなんだけど、相談があるんだ。そう言うと和樹は急に経営者の顔になる。俺は彼の提案に驚きながらも真剣に話を聞き始めた。それから数日間、伊藤は静かだった。社長室ではあんなに怒っていたというのに。ある日、営業部に顔を出したのは伊藤と30代くらいの若い男。伊藤はニヤニヤと俺を見ると、エリート大卒の息子が入社するから、低学歴の君は今月で退職ね。と言い出した。君と言いながら見つめた先は俺だ。今月はあと2週間もない。
息子は幼少期からいい学校に通っていたんだよ。高卒の君よりずーっと仕事ができるはずだ。つまり俺の代わりに息子を部長にするのだという、あの解雇宣告は本気だったのだ。俺は部下たちを見てうなずくと、社長にはついていけません、今までお世話になりましたと言って頭を下げた。ああ、聞き分けがいいじゃないか。引き継ぎはあと2週間で頼むよ。他の者たちも私に盾ついたらどうなるかよーく分かっただろう。伊藤はそう言いながら営業部の社員をぐるりと見渡す。すると一人、また一人と。私も辞めます。部長がいない会社にいても意味ないので。と言って、社員たちは伊藤に退職届を出した。あ、おい、どういうことだ？全員辞めるっていうことか？営業全員が退職届を出し、驚きの声を上げる伊藤。伊藤は、後悔することになるぞ、と部下たちを睨みつけた。しかし開き直ったのか。は、まあいい。代わりなど、いくらでもいる。これからはお前がリーダーとなれば大丈夫だ。伊藤は息子の肩を抱き寄せてガハハと笑い出した。息子はというとぼーっとした表情で俺たちを見ているだけだ。それから引き継ぎを行ったのだが、伊藤の息子は仕事ができない男だった。社会人としてのマナーすら備わっていない。本人に聞くと、大学卒業後はフリーターをしながら海外生活を謳歌していたとか、自由に世界を旅していたところ、無理やり父親に連れ戻されたらしい。戻ってこなければ仕送りをやめると言われたという。30代になっても子供に仕送りをしているだなんて異常だと思うが、小学校から大学までエスカレーター式の学校に通ったが、成績が良かったのは小学校の間だけ。成績はどんどん下がり、留年のピンチを迎えたものの、父親である伊藤が金で解決してくれたそうだ。伊藤は息子が海外で何をしていたのか把握していなかったのだろう。エリート大学まで出したのだから立派に働いていると思い込んでいたのか。会社に来れば仕送りも給料も出すって言われたんで。と、やる気がなさそうに言う男を見て、こいつが営業部長だなんて会社は終わったなと感じた。何名か新たな社員も雇ったが、引き継ぎ期間が短すぎる。こんな短期間では教えられることも限られてしまう。だが今月で辞めろと言ったのは伊藤なので仕方ない。こうして俺と部下たちは引き継ぎを終えると全員で退職することになった。そして後日、早速伊藤から俺の携帯に電話が入ったのだ。頼む、戻ってきてくれ。泣きそうな声で懇願してくる伊藤。俺たちが辞めてからまだ1週間も経っていない。息子が会社に来なくなったんだ。会社員なんてやってられないって、新しい社員たちも混乱していて仕事にならないんだよ。週に5日も通勤するのが苦痛だと弱音を吐き、逃げ出したようだ。しかも我慢の限界を迎えた他部署の社員たちからも退職届の提出ラッシュらしい。社員の意見を無視してきたツケが回ったのだろう。総務部や人事部など手続き関係をする社員も辞めたので、事務処理が滞って困っているのだとか。とにかく一度話をするから会社に来い。部下たちも連れて戻ってくるんだ。どうせまだ再就職先は見つかっていないだろう。どこまで人を馬鹿にするのかとカチンときた。もう俺はあんたの会社の人間じゃないから、命令を聞くつもりはない。そう冷たく言うと、社長にタメ口を使うなんてと憤慨し始めた。外部の人間を見下す伊藤が言えることではない。
もう社員でも何でもないんでと言って電話を切った。その後、何度も着信が入ったので着信拒否をした。すると今度は、俺の住所を調べたのか、家にやってきたのだ。着信拒否をするなんて失礼なやつだな。何十年もうちの会社で世話になっておいて。玄関の前で騒ぐので、何事かと家族が不安そうに見ている。伊藤は、自分がどれだけ非常識な行動をしているか気がついていない。必死になりすぎていて、周りが見えていないようだ。明日会社に行くから帰ってくれ。これ以上騒ぐなら警察を呼ぶぞ。警察という言葉を聞いて、ようやくおとなしく帰っていった。やれやれと思いながら、俺は部下たちに連絡を取る。そして翌日、部下たちを全員連れて前の会社へと行ったのだ。心なしか、会社内が暗く感じる。人が減ったからなのか、それとも経費削減で電気代をケチっているのか。社長室をノックして入ると、開口一番に伊藤は言った。おい、遅い！早く仕事をしろ！俺たちが戻ってきたのだと勘違いしているらしい。どこの部署なのか、廊下から電話の呼び出し音がずーっと聞こえる。人手不足なのだろう。数人の社員がバタバタとしている姿はかわいそうで仕方なかった。仕事が回らず、イライラしている様子の伊藤。俺たちは名刺を突きつけると、はっきりと言ってあげた。戻るつもりなど最初からない。あんたの会社、潰すね。潰すだと？なんだこの名刺は。名刺の会社名を見た数秒後、伊藤は驚いた表情になる。そこに書いてある会社名は、最近急成長している同業他社だ。特に海外から注目されており、スポーツ雑誌に掲載されることも。ゴルフやスキーなど、日本では若者のスポーツ離れが進んでいる。そこで、競技選手向けに絞った製品を開発したところ、大成功したという。選手だけでなく、その選手に憧れているファンからも、受注が相次いだのだ。やり手の社長だと、この業界で有名なのが同級生の和樹である。和樹はさらに、海外の取引先を増やしたいらしく、経験豊富な人材を欲しがっていた。伊藤の愚痴をこぼした日、部下を全員連れてこいと提案されたのだ。和樹からの話を部下たちにするとみんな大喜び。一斉に退職届を書いていた。待遇を聞く限り、新しい会社の方が給与面も良いし、やりがいもありそうだ。潰すというのは、取引先を奪うという意味か？伊藤は額に冷や汗をかいている。低学歴の俺なんて再就職すらできていないと思っていたのだろう。奪うというと聞こえが悪いが、そういうことになる。ゴルフ練習場のオーナーに転職話をしたら、うちに乗り換えたいって。他の販売店さんからも同様の声をいただいていましてね。転職先の製品が人気ということもあるが、それだけではない。25年かけて関係を作ってきた取引先とは、強固な信頼関係がある。俺が担当だからと製品を置き続けてくれた販売店もあるくらいだ。もしも取引先が軒並み契約を切ったら、倒産するのは目に見えている。経費削減だからって削減していい箇所とダメな箇所がある。それをよく知ってるのは、その部署の社員だ。その社員の意見をまともに聞かず、言い返されたら解雇宣告だと。そんな社長に誰がついていくって言うんだ。部下たちは俺の言葉を聞きながら強くうなずいた。高卒の分際で社長に意見するのか？まだ俺たちのことを社員だと思っているのだろうか。この男には何を言っても無駄だ。これ以上伊藤と対峙するのもアホらしくなってきた。
エリート息子は一週間で会社から逃げ出したんだっけ？賢いだけあって、あんたの下で働くのは無理だとすぐ判断できたんだろうな。俺は最大限の嫌味を言って、部下たちと社長室から出て行こうとした。そういえば、と、俺は伊藤の方を振り向くと。退職金、振り込んでくださいよ。それに本来、解雇予告は少なくとも1ヶ月前でないと法律違反だ。それができなかったので、不足に数分の平均賃金も振り込んでもらえますんで。と言った。伊藤は、怒りと悔しさで、わなわなと震えている。くそ。必死に絞り出した言葉は、情けない一言だった。会社を出ると、スカッとしましたと、部下たちから称賛された。社長が変わらない限り、この会社に未来はない。何十年もお世話になった会社が潰れるのは悲しいが、自分の生活や部下たちを守る方が大事だと思った。それからしばらくして前の会社が倒産したことを知った。伊藤の不満から社員の離職が止まらなかったようだ。さらに予想通り、取引先が軒並み離れていったと元社員から聞いた。伊藤は借金返済のために奔走しているらしい。海外から呼び戻した息子も今もなお音信不通だと嘆いているのだとか。きっと日本にいたとしても伊藤の元へは帰ってこないだろう。伊藤には経営者の素質も父親の素質もなかった。退職金も振り込まれたことだし、もう伊藤と会うことはないはずだ。俺たちは和樹の会社で新しいプロジェクトを立ち上げていた。社員の挑戦を応援してくれる社風なので、部下たちもやりがいを感じている。俺は前の会社と同じ営業部長という肩書きをもらったが、以前よりも給料がぐんと上がった。俺は和樹の期待に応えるためにも、一層努力するつもりだ。あんた、いつ辞めるの？仕事中、俺にそう言ってきたのは社長だった。え？あまりに唐突すぎるその言葉に何も言えないでいると社長は続ける。そろそろ定年でしょ？そういう古い人間はいらないんだよね。まあ考えといてよ。そう言って去っていった。俺の名前は吉田。57歳の会社員だ。俺の勤め先は町工場から成長した会社で、俺は大学を卒業してから就職した。この小さな会社に就職したいと思ったのは社長の影響だ。当時、地元の情報誌に社長のインタビューが載っていて興味を持った。一緒に成長できる人と働きたいと語っているのを見て俺は思った。その一員になりたいと。面接でその思いを語ると、社長は俺を気に入ってくれて就職が決まった。そこから俺は社長や会社のために働いてきた。俺が幼馴染だった妻と結婚した時には、社長が盛大に祝ってくれて、俺はますます社長を好きになったのだ。仕事も楽しかったし、人間関係も良く、この会社で定年まで働こうと思っていた。誠実に勤めて35年になる。会社の規模はそこまで大きくはなっていないものの、同業他社が廃業に追い込まれる中、うちの会社は生き残っている。それは社長と社員の努力だと俺は思う。社長には息子が2人いて、長男は大企業に就職。次男は気が向いた時にうちの会社に出入りしていた。長男は優秀で大企業に就職したものだから、社長が長男に会社を継がせる気はないらしい。きっと社長なりの苦悩もあるだろうし、それも社長の親心かもしれない。一方で次男は小金が欲しい時に手伝いに来ているようだ。俺の担当していた仕事は次男が手伝えるようなものでなかったから、次男とは挨拶くらいしかしたことがない。
噂では次男は真面目なタイプではなく、社長の息子だと威張ってほとんど仕事をしない、常に横暴な振る舞いをするそうだ。いずれこの会社は次男が継ぐのかもしれないが、俺はあと少しで定年だし、世代交代まで勤めているとも限らない。しかし、ある時、社長が事故に遭ったという。一命は取り留めたが、しばらく仕事にも出られないし、社長を辞任するそうだ。そこで次男に代替わりすることになった。他の社員が継ぐ案もあったようだが、社長の奥さんの強い意向で次男が継ぐことになったそうだ。奥さんとしてはこれを機に次男にしっかり働いてほしいという思いだったようだけど、結局は横暴な振る舞いは変わらないままだった。専務が二代目社長をフォローしてなんとかなっていたが、先行きは不安だ。この二代目社長の名前は順平。二代目社長となった今は40歳だ。若い頃から知っているが、なかなかのイケメン。昔からモテていたらしい。20代で地元企業の社長令嬢に一目惚れされて結婚したそうだ。今まで定職についていないのは奥さんが働いているかららしい。奥さんの姿を見たこともないし、どこの社長令嬢かも知らないが、奥さんの父親によく思われていなくて、その会社には就職する気はないと噂で聞いたことがある。順平は社長を継ぐなり、俺は改革をすると宣言。今までの社員を辞めさせて若い世代を雇うと言っているそうだ。でも今すぐ若い世代だけになったら技術も継承できていないし、会社にとっては致命的だから、専務がずっと止めているらしい。そんな中、俺は順平のターゲットにされてしまう。吉田さん、そろそろ60ですよね。早期退職しません？軽い口調で順平は言ってくる。私はこの会社が好きなので、自ら退職を選ぶことはありません。それに今私が辞めたら、この機械のメンテナンスは誰が？俺は作業で使う機械のメンテナンスも担当していたので、それを引き継ぐにはそれなりに時間が必要だった。仕様をパソコンにまとめてはいるけど、予期せぬエラーが出ることもあるので、引き継ぎもなく辞めるなんて考えられない。しかしそれを説明しても順平は、あんたみたいなおっさんにできてるんだから、若いやつ入れればなんとかなるっしょ。と言う。技術者だかなんだか知らないけど、あんたの給料他の社員より高いんだわ。今なら退職金も出すし、これ書いといてよ。そう言って順平は俺に退職届を渡してきた。俺は帰って妻に相談すると、社長が変わってから楽しくなさそうだし、退職するというならそれでもいいんじゃない？と言われる。確かに順平が会社を継いでからは余計なストレスが増え、仕事が楽しくなくなっているのも事実だ。決断ができないまま出社すると見かけない若い女性がいた。30歳くらいだろうか。社員の誰に聞いてもわからないという。すると順平が出社してきて、今日から俺に秘書をつけることにしたと言った。この会社の規模で秘書？ゆりかと紹介されたその女性は妙に順平にベタベタしている。順平は改革をすると言っていたし、やり手の秘書をどこかからスカウトしてきたのかと思ったが、ゆりかの仕事ぶりを見ているとそういうわけでもなさそうだ。専務に聞いても勝手に連れてきたので、どこの誰だかは知らないという。それから一週間後、俺は順平に呼び出された。吉田さん、いい加減退職届を出してくださいよ。笑いながら言う順平に俺はきっぱりと言った。私は35年間誠実に勤めてきました。
前社長に恩もありますし、定年まで勤めてこの会社を支えていきたいと思います。しかし純平は隣にいたゆりかの方を見てまた笑う。聞いたか？定年間近のじじいがいてもうちの会社は発展なんかしねえよ。現に親父は大してこの会社を大きくできなかっただろ。じじいは頭が固いから時代についてこられないんだよ。ゆりかも純平の言葉に笑っている。俺は自分の好きな会社や前社長のことを悪く言われて頭に血が昇った。確かに会社の規模はあまり大きくなっていないが、周りの同業者が潰れていっている中、前社長は時代に合わせて臨機応変に対応して今でも売り上げを保っている。これがどんなに大変なことなのかあなたにはわからないのか。そう言うと純平は俺を睨みつけた。社長の俺に説教かよ。やってらんねえな。いいから早く書けよ。純平は俺に退職届を投げつける。やってられるか。俺は腹を立てて退職届に記入した。純平はそれを受け取ると俺を馬鹿にしたように笑う。そして自分の財布を取り出して俺に小銭を投げつけた。退職金474円な。え？俺は思わずそう声が出た。退職金はきちんと支払ってもらいたい。続けて言ったが純平は笑う。そんなもんねえよ。誰が出すって言った？あんたが勝手に退職届を書いたんだろ？そんな、話が違うじゃないか。俺が声を上げたが、純平は俺の言葉を無視して。474円。この意味わかるか？と言ってきた。頭にも来ているし、そんなこと考えたくもない。どうでもいいと思っていると、ゆりかが笑い出した。やだ、それって用なしってこと？ひどいことするのね。474で用なしというつもりか。言葉はそう言っているが、ゆりかも一緒になって俺のことをバカにしている。純平は隣でうなずきながら俺に言った。そういうことだからもう明日から来なくていいよ。綺麗に片付けて帰れよ。笑いながら言う純平を睨みつけ、俺は、わかりました。と言って自分の作業場に戻った。今まで俺のしてきたことは何だったのだろう。そう思いながら、俺は資料の入っているパソコンを立ち上げる。俺は急いで片付けをして、他の社員には今日で辞めることになったと言い、会社を後にする。もちろんなぜかと聞かれたが、今は話す気になれない、落ち着いたら連絡すると言って帰った。それから数日後、俺のスマホに会社から着信がある。電話の相手は純平だった。機械のエラーが出た。お前の使っていたパソコンにデータが入ってるって聞いているが何もないじゃないか。どういうことだ。どうにかしろ。挨拶もなしにそんなことを怒鳴り散らす。俺は笑ってやった。綺麗にしろと言われたので、パソコンも全削除して綺麗にしましたよ。新しい人を雇うんですよね。そのパソコン、そのまま使えるようにしていますよ。純平は、ふざけるな！今すぐ来て機械を直せ！と言う。俺は笑ったまま続けた。無理ですよ。俺もう退職しましたから。用なしとまで言われた会社に戻るはずがないでしょう。すると純平は、くそ！と言って電話を切る。それから俺は転職活動を始めた。妻もいるし、家も持ち家だし、できればこの土地で働きたい。そう思って社員募集をしている地元企業に応募してみた。すると、トントン拍子に話が進み、面接にこぎつける。
面接官は40歳くらいの女性だ。本日面接を担当させていただきます、五十嵐と申します。女性は丁寧に挨拶をしてくれた。しかし五十嵐というのは純平と同じ名字だ。少し嫌な気持ちはあったが、女性がいい人のようなので五十嵐なんて名字はそう珍しくもないし、名字なんて関係ないかと思い直した。しかし五十嵐さんは俺が働いていた会社のことを聞くと、なぜか顔を曇らせる。社長が代替わりしてクビになったということですか？そう聞かれたので、俺は言葉を濁してからうなずいた。五十嵐さんは、そうですか、と言い、他の質問に移る。五十嵐さんの態度から、面接は落ちただろうと思ったけど、数日後に来たのは合格の連絡だった。しかしその間にも、純平から何度も電話が来ていた。あの機械を直せる人がいなくて、業務が滞っているらしい。俺は電話越しに、あなたが俺みたいなおっさんにできるんだから、若い人を入れれば何とかなるって言ったでしょ？だったら自分の言葉に責任を持ってください。俺はあなたに用なしと言われたんです。と怒鳴ってやった。それでも純平は、わかった。じゃあ特別手当を出すから、今すぐ来てくれ。と食い下がる。嫌です。ときっぱり断るも、純平は鼻で笑った。断っていいのか？どうせ再就職先なんか見つからないだろう。小遣いが欲しいんじゃないのか？俺はその言い方に頭に来た。君と一緒にしないでくれ。小遣いが欲しい時だけ会社に来て、自分は社長の息子だからと、ろくに仕事もしないで威張り散らしていた君なんかと、一緒のレベルには落ちたくないよ。それに俺はもう再就職先も決まっているんだ。すると純平は逆ギレをする。はあ？あんたみたいなおっさんを雇うなんて、どんな企業だよ。見る目ないな。俺は一歩も引かないまま、そうだな、俺は見る目のない会社に尽くすつもりだから、用なしだと俺を退職させた君のところには一切力を貸すつもりはない、と言う。純平は下打ちをして電話を切った。その後俺は新しい職場での仕事を始める。俺は五十嵐さんにいろいろ教えてもらうことになり、五十嵐さんと少しずつ仲良くなった。五十嵐さんに前の会社のことを聞かれたので、二代目社長にはめられたようなもので、俺は退職金として474円を投げつけられて退職しましたよ、とため息混じりに言う。五十嵐さんが474円というので、用なしってことみたいですよ、と告げた。それから数日後の帰り道、俺は五十嵐さんに声をかけられた。どうしたんですか？と言うと、五十嵐さんは申し訳なさそうに話し出す。黙っていて申し訳ありません。実は吉田さんの前の会社の社長って私の夫なんです。五十嵐さんは衝撃の事実を告げた。自分はこの会社の社長の娘で、純平の妻だと五十嵐さんは言う。純平の奥さんの情報なんて全く知らなかったから、なんて世間は狭いのかと驚いた。五十嵐さんに何があったのか詳しく聞かせてほしいと言われ、俺は話をした。するとさらに驚くべきことが発覚する。もしかしてその秘書って、ユリカという名前じゃないですか？俺はうなずいた。それ、夫の浮気相手です。そう言われて俺は目を丸くする。五十嵐さんは純平に一目惚れして結婚し、娘も生まれたが、純平がなかなか定職につかないことに、だんだんと不満が募ったそうだ。
最初のうちは私が惚れた人だし、私が養えばいいって思ってたんですよ。ため息混じりに五十嵐さんは言った。しかし、ここ数年で純平が浮気していることに気づき、浮気相手を特定したところだったそうだ。とはいえ、娘さんがまだ未成年だから、離婚という考えには至らなかった。しかし、俺からすべてを聞いた五十嵐さんは怒りが爆発した。惚れた弱みだと思っていましたが、もう吹っ切れました。五十嵐さんはそう宣言する。その翌日、純平から電話があった。どうしても機械のメンテナンスに来てほしいという。なんとか機械を動かそうとしているようだが、動いては止まり、動いては止まりを繰り返し、音を上げたそうだ。俺はにやりと笑って、会社帰りに寄ることを告げた。そして就業時間が過ぎ、俺は前の会社に乗り込んだ。純平に声をかけると、ゆりかも隣にいる。俺は純平に向かって言った。改革はうまくいきましたか？確かに若い人が何人か入ったようですね。たださっき見たところ、作業は全く進んでいないようだし、聞いた話だと受注先にどんどん契約を切られているそうですね。純平は悔しそうに唇を噛む。俺は続けた。必要な機械のメンテナンスもできないなんて、この会社を潰すつもりか？君には社長としての自覚がなさすぎる。もう社長でも何でもないので、丁寧語なんて使う必要がない。純平は俺を睨みつけてくる。俺は鼻で笑った。俺の給料が高かったのは、他の人ではできない仕事をしていたからだ。君は昔からこの会社に出入りしていたのに、そんなこともわからないんだな。ただ給料が高いからって、俺を退職に追い込んで、その分の給料を秘書に使ったってところか？そう言うと、純平とゆりかは固まった。それに、浮気相手を秘書に雇うなんて、神経がわからん。俺がそう言うと、純平とゆりかは顔を見合わせ、お前、それをどこで？というので、俺は後ろに向かって手招きをした。どうしてここに？後ずさる純平の視線の先には五十嵐さんがいる。専務も承知の上で俺が連れてきたのだ。浮気の証拠も揃ってるのよ。娘のために離婚は考えていなかったけど、もう無理。こんな父親ならいない方がマシよ。今すぐ離婚して、慰謝料もきっちり払ってもらうわよ。五十嵐さんがそう言うと、ゆりかが逃げようとしたので、俺と専務がすかさず捕まえる。あなたも自分のしでかしたことの責任はしっかり取ってください。純平もゆりかも青ざめた。その後、俺は前社長にすべてを報告。前社長はもちろん激怒した。親族会議が開かれたらしく、社長の長男が大企業を辞めて社長を継ぐことになったそうだ。そして、純平は五十嵐さんから離婚を突きつけられた。五十嵐さんは純平とゆりかに慰謝料を請求。純平は一文なしで家を放り出されたらしい。五十嵐さんによると、純平とゆりかはボロアパートに一緒に住んでいるそうだが、罵り合う声が絶えないという。でも、お互いお金がなくなったから、一人では生きていけないと一緒にいるようだ。五十嵐さんは復縁を迫られたというが、ありえないですよね。と笑った。長男である新社長から戻ってきてほしいと声をかけられたが、俺はすでに新しい会社で働いているからと断った。だが、俺の消去したパソコンのデータはバックアップを取って会社に置いてあることを告げる。さすがに自分が長年費やしたものをなかったことにはできず、データを置いてきていたのだ。それから新社長の交渉で
うちの会社は新たな取引先になった。新社長は大企業にいただけあって優秀で、会社は持ち直した。これからどうなっていくのか楽しみだ。俺も今の会社で精一杯頑張ろう。お前はのんびりしてるな。そう言って笑うのは同僚の湯川。休憩中に羊羹食べるくらいいいだろう。俺はお茶をすすりながら笑う。だって午後から会議だぞ。認められたら出世コースだぞ。いいのかよ。まあお前は出世とか興味なさそうだもんな。そんな風に俺を見て同僚がニコニコ笑っていたのはもう何十年も前の出来事だ。俺の名前は坂田、58歳の会社員だ。息子は家を出ているので今は妻と二人暮らしをしている。平凡な生活をしてきたが息子も巣立って妻とも仲良くやっているので私生活に不満はない。ただ仕事では少し嫌な思いもしている。坂田、俺やっておけって言っただろ。そう俺を怒鳴りつけてくるのは同僚の湯川だ。入社当初は仲が良くて俺にのんびりしてるなといつも笑いながら言ってきていた。でも湯川は出世欲が強く上司に取り入るのもうまい。今では部長だ。俺は昔あるプロジェクトで功績を挙げたのだが、その手柄を湯川に取られ、そのおかげで湯川は出世した。その時本当は湯川と一緒にプレゼンするはずだったが、発表の直前になって湯川にプレゼン資料を取り上げられ、俺は別の仕事を押し付けられたのだ。湯川に裏切られたことがショックで、それ以来出世したいなんて考えられない。もう裏切られるのはごめんだ。無能のふりをしていた方が余計なストレスを抱えずに済んだ。俺はアポイント先をパソコンで管理したり、データ入力をしたり、特別にスキルもいらないような仕事をするようになった。昔、のんびりしているなと言っていた湯川は、お前は本当に仕事が遅いな、と言うようになった。山ほど雑務を振ってきてるのに、その言い草は何だと思ったこともあるが、定時には終わるような量なので文句は言ったことがない。湯川の影響で周りまで俺を無能扱いしてくる。入社2年目の社員さえ、このデータ印刷して会議室に置いてきてください。今すぐお願いしますね。なんて言ってくるほどだ。あの人、冴えないおっさんって感じだよね。と女子社員が俺を見て笑っているのも知っている。この会社は右を見ても左を見てもそんな社員ばかりだ。俺は残業もせずに定時で上がる。家に帰ってのんびり妻とテレビを見ながら話すのが日課だ。妻はおっとりしていて、周りに言わせれば俺よりものんびりやらしい。俺は妻の空気感が好きで、学生時代に一目惚れして生まれて初めて告白をした。もう40年近く一緒にいる。妻は俺が出世しなくても何も言わないし、お疲れ様と言っていつも笑顔で迎えてくれる。息子は昔、俺が平社員だというのが恥ずかしいと言っていたことがあったけど、それを聞いた妻は珍しく息子を叱りつけた。お父さんが一生懸命働いてくれているから、あなたは何不自由のない生活ができているのよ。息子は納得いかない顔をしていたが、それ以降は何も言ってこなくなった。息子にどう響いたのかはわからないが、今では息子も立派な会社員だ。俺の人生は周りから見ればごく平凡だろうけど、たまに妻と食事に行ったり旅行に行ったりするこの生活が俺は好きだ。ある日、俺はいつものように定時で帰ろうとすると、
湯川に呼び止められた。また定時で帰るのかよ。自分の仕事は終わりましたし、無駄な残業はしないように言われてますよね。かつての同僚といえども今は上司だ。俺は立場上丁寧語で話している。湯川はそれを聞いて鼻で笑う。平社員は気楽でいいな。無能で羨ましいよ。そう嫌味を言うと俺を睨んで言ってしまった。湯川がこういうことを言ってくるのは大抵機嫌が悪い時だ。いつもよりも険しい顔だったなぁと少し気にはなったけど、俺が何か言ったところで湯川は話さないだろう。そう思って俺は定時で帰宅した。すると翌日、いつも通りに出社すると社内がなんだか騒がしい。おはようございます。そう言ってデスクに座ろうとすると一人の社員が俺のところに飛んできた。坂田さん、どういうことですか？その社員が何かの書類を手に持っているが、俺には何のことだかわからない。そう伝えるとその社員は俺に向かって怒り出す。知らないわけないでしょ。坂田さんがこの見積書を作ったって部長が言っていましたよ。見積書がいつもよりも高すぎるって先方はカンカンですよ。取引停止って言われています。どうするんですか？一気にまくし立てられ、俺は思わず後ずさる。でも本当に何のことかわからない。確かに俺は営業が持ってきた仕事の見積書を作ることも多々あるが、この見積書のことは知らない。そう言おうとした時、湯川が俺のデスクまでやってきていきなり怒鳴りつけた。先方はこんなふざけた見積もりを出してきたって大激怒だよ。大口の取引先なのにどうするんだ。俺はこれから謝りに行ってくる。お前にはそれなりの処分を検討するから覚えておけ。そう言って会社を出て行った。周りの視線が俺に刺さる。どうしてこんなことになったんだ。俺はさっき社員が置いていった見積書をよく見る。俺がいつも作っているものとは書式が違うし、作った覚えもない。作成日は昨日の日付になっている。もしかしてこれを作ったのは湯川じゃないか。昨日の帰り、湯川は妙に突っかかってきたし、この見積書を早く作成しないといけなかったとか。それを間違えて作成して先方に送ってしまった。湯川は自分のミスを絶対に認めない性格だし、俺に濡れ衣を着せようとしているのかもしれない。そんな考えがよぎったが、俺は首を横に振った。一度は裏切られたものの、湯川が二度も裏切るわけないと思いたかったのだ。結局俺は濡れ衣を着せられ、肩身の狭い思いをしていた。そして数日後、俺は湯川から、お前この間の責任を取って異動になったからと言われる。え？だってあれは私がやったわけでは。俺がそう言いかけると湯川がにやりと笑う。そんなことは知ってる。でも誰かが責任を取らないといけないんだ。俺とお前どっちが社内に必要な存在かなんて一目瞭然だろ。同僚のよしみでお前が責任取ればいいんだよ。俺の推察は正しかったのだ。絶句している俺に湯川は続ける。移動先は遠い田舎の店舗だから覚悟していけよ。娯楽なんてないだろうし、これを機に離婚かもな。笑いながら言う湯川に怒りが湧いた。でもこんなところにいるくらいなら移動もいいかもしれない。俺は怒りを抑えながら言った。わかりました。でも離婚なんて絶対にありえませんよ。部長と違ってうちは円満な家庭ですから。湯川は家庭を顧みず、奥さんと娘さんが出て行き、数年前に離婚が成立している。それを知っていた俺は精一杯の嫌味を返し、表情が歪む湯川を見て厳しを返した。
家に帰って妻に報告をする。正直、妻は移動に関していい顔はしないと思っていた。電車もあまり通っていない田舎で、周りには何もないらしい。それも伝えたが、妻は予想外の反応をする。じゃあ家庭菜園でも始めようかしら。ほら、うちって日当たり悪いでしょ。前からやってみたかったのよね。それにここにも随分住んだし、新しい場所を開拓するなんて楽しみじゃない？本当に楽しそうに言う妻に、俺は心から礼を言った。半月後、正式に辞令が出たので、俺は妻と一緒に引っ越しをした。話は聞いていたが、本当に何もない。でも空気がきれいだ。住まいは賃貸だが一軒家で、日当たりも良好。妻は早速、嬉しそうに家庭菜園を始める。俺は移動先がどんなところなのか不安はあったけど、妻に背中を押されて出社した。どうせ底辺社員が飛ばされてきたとか思われているのだろう。そう思っていたが、移動先の社員の歓迎ぶりは意外なものだった。小さなオフィスで支店長が出迎えてくれる。本社から移動してくるなんて、どんな人かと思ったけど、俺と同じおじさんだな。俺と同世代に見える支店長がそう言って笑った。他の従業員も笑いながら歓迎してくれる。移動先の居心地はとても良かった。でも、業務の面では不満がある。まだアナログで対応している部分も多く、本社のようなデジタル化ができていない。パソコンに詳しい人もいなくて、本社も対応してくれないから、なかなかね。と支店長が苦い顔をする。うちみたいに売り上げが悪いところは何でも後回しなんだよ。他の従業員もため息をついた。俺は今まで雑用をこなしてきたが、ここではそれが役に立ちそうだ。俺は早速作業を始めた。売り上げの管理や商談内容をパソコンで管理できるようなリストを作ると、誰が見ても情報がわかるので、口頭で引き継ぎをする必要がなくなり、ミスが減った。そこから、今まで非効率だった部分をデジタル化し、やり方を教えると効率が上がった。そうすると生産性も上がる。俺が移動した翌月の売り上げは過去最高を叩き出した。坂田くんのおかげだよ！と支店長が俺をベタ褒めすると、他の従業員も俺を神扱いしてきた。パソコンなんて難しいって敬遠してたけど、坂田さんに教えてもらったら使えるようになったし便利だわ。俺と同世代の女性がそう喜んでいる。本社にいるとこんなこともできるようになるんですか？そう言ったのは一番の若手社員だ。俺はそれを否定する。本社にはすごい人がたくさんいて、俺はこういう雑用ばかりやっていたからできるようになっただけなんだ。そう言うと、雑用なんてとんでもない。坂田くんが来てくれて本当によかったよ。と支店長が言い、他の従業員もうなずいてくれた。今まで底辺社員だと思われていたのが嘘みたいに、みんなが俺のことを認めてくれる。俺はそれがとても嬉しかった。家に帰ると、今までより楽しそうね。と妻が言うので、俺は笑ってうなずく。すると妻は、私もここの暮らしが楽しいわ。左遷だなんて言ってたけど、移動してよかったんじゃない？と言う。妻は妻で、近所の人と仲良くなって、家庭菜園も日に日に種類が増え、昔より楽しそうだ。そんなある日、仕事中に俺宛ての電話が来た。坂田さん、本社の湯川さんという方からお電話ですよ。そう言われて俺は身構える。その前から何度も電話が来ていたらしいが、
俺は外出中で電話を取れなかったのだ。わざわざ嫌味を言うために電話をしてきたのか。ため息をつきながら出ると、湯川は震える声で言った。お前、一体何をした？いきなりそう言われても何のことかわからない。事情を聞き出すと湯川は、あの大口の取引先、契約を切られたんだ。と言う。ああ、あの発注書、お前のミスだって先方にバレたんだろ？俺は鼻で笑った。もう直属の上司じゃないし、俺のことをバカにする奴に丁寧語を使うほど俺はお人よしじゃない。お前どうしてそれを？湯川にそう言われて、俺は全てを話すことにする。あそこの社長と取引を始めたのは俺だよ。俺が新入社員時代に初めて契約が取れた会社なんだ。俺は社長に気に入られていて、取引も増やしてくれたけど、お前が上司になってからいきなり担当を外された。社長の息子さんがうちの息子と同い年なのもあって、家族ぐるみで付き合いがあったから、担当を外れた時は社長が心配して直接連絡をくれたほどだよ。湯川は時折、え？嘘だろ？と言っている。この間の件、お前は俺のせいにしていたみたいだけど、社長は初めから違うと思っていたらしい。俺が左遷されたと聞いて、社長から久しぶりに連絡があったよ。湯川は声を震わせながら、もしかして、と言ってきた。犯人は湯川だ、なんてことまでは言わなかったけど、俺のミスではないって言っておいた。まあ社長はお前が謝罪に行った時に見抜いていたみたいだな。それで契約を切られたっていうのか。湯川の青ざめている顔が目に浮かぶ。お前は二度も俺のことを裏切ったんだな。俺は静かにそう言った。湯川は、すまん、そんなつもりじゃなかったんだ。そうだ、なんとかしてお前を本社に戻してやる。だから社長に再度取引をしてもらえるよう頼んでくれないか、と言ってくる。俺はその言葉にカチンときた。濡れ衣を着せて左遷までしておいて、そんなつもりじゃなかっただと？だったらどういうつもりなんだよ。バカにするのもいい加減にしろ。もう上司でも何でもないお前の尻拭いなんてできるかよ。きっぱりそう言ったが、湯川は食い下がる。じゃあ役職をつけるのはどうだ。お前が戻ってくるなら昇進を約束する。俺はため息をつく。無能な平社員だって言ってたよな。仕事が遅いとも何度も言われた。もう二度とお前の部下としてなんて働きたくないよ。すると湯川は声を潜めて、それがお前がやっていた事務作業をできる奴がいなくて今困ってるんだよ、と言う。俺は鼻で笑った。昔お前に裏切られて以来、出世を考えるなんてストレスでしかなくて、無能な窓際底辺社員のふりをしてきたんだよ。お前も底辺社員だって散々俺に言ってきたしな。でも底辺社員がやってたことができないなんて底辺以下ってことじゃないか。それに俺今の生活が気に入ってるんだ。ここではみんなが当たり前のように感謝を言葉にする。お前とお前の部下たちは、俺が雑用をするのが当たり前で、誰もお礼なんて言わないだろ？妻もここの暮らしが楽しそうだし、本社に戻るなんてごめんだね。湯川は電話越しでもわかるほど動揺する。俺は続けた。もし無理やり本社に戻そうとするなら、俺は退職を選ぶよ。もちろん退職するときは、過去にお前に手柄を横取りされたことや、今回の濡れ衣を着せられたことを、こと細かに公にするからな。俺が強気で言うと、湯川は弱々しい声で、すまなかった。本社の人間もみんな、お前がいなくなって初めて、お前が無能なんかじゃなかったって実感しているんだ、と言う。
俺はどうせなので真相を追求した。するとほとんど俺の予想した通りだ。あの時いつもの担当者が体調不良で休んでいて、先方から見積書の催促が来たんだ。言いづらそうな湯川。俺は笑った。お前は利益を上げたいがために先方に相談もなく金額を上げた見積書を作ったんだろ。これで契約になれば自分の手柄だもんな。湯川は言葉に詰まっている。でも先方に激怒され、濡れ衣を着せるにはちょうどいい俺を左遷した。それで解決かと思ったんだろうな。俺は湯川の返答を待たずに続ける。この間取引先の社長から聞いたけど、お前しつこく契約を再開してほしいって頼みに行ってたんだって。しかも変わらず俺に濡れ衣を着せてたらしいな。社長が言ってたよ。自分のミスを部下のせいにして左遷するような人間がいる会社とは取引できないって。きっと電話の向こうの湯川は唇を噛んでいるだろう。ちなみに社長がうちの上層部にその話をしたって知ってるか？そこまで言うとようやく慌てた湯川の声が響いた。ちょっと待ってくれ、それってそのうち事例でも出るんじゃないか？湯川はわめいていたが、俺は無視して電話を切った。電話を終えた俺は周りの視線に気づく。顔を上げると社内にいる従業員が全員俺の顔を見ていた。坂田くんやるねーという支店長の言葉に全員が笑いながらうなずいた。俺はやっぱりここで働くのが合っている、そう思い、それからもバリバリと働いた。すると異例の昇進で俺はいつの間にか部長になった。湯川はどうやら降格になったらしい。風の噂によると降格になった途端に元部下たちから手のひらを返され、パワハラを受けていたなんて訴えを起こされているそうだ。確かに湯川は自分の機嫌が悪い時には周りに当たり散らしていたし、そう言われても仕方ないだろう。自業自得だ。そしてしばらくして息子が家族で俺と妻のところへ遊びに来た。いいところだな。ついて早々息子がそんなことを言ったので嬉しくなる。ちなみに息子が持ってきた手土産は俺と妻が大好きな羊羹だった。俺は新しい生活を手に入れ、今まで以上に楽しく暮らしている。前から思っていたんだが、お前ってもしかして。俺が仕事に慣れ始めてきた頃、部長が俺に話しかけてきた。鹿島、お前の父親の名前は？なんでそんな質問をするんだろう。俺は不思議に思いながらも答えた。その時の部長の顔を俺は今でも忘れていない。今となっては答えなければよかったと心の底から思っている。俺は鹿島、30歳の会社員だ。地元のとある企業の支社で営業マンとして働いている。俺は根が気弱なので、最初は営業部なんて務まるか心配だった。俺のイメージではハキハキとした体育会系の人が一番向いていると思ったからだ。仲の良い先輩はそんな俺の言葉を聞いて笑っていた。芯があって相手に向き合う誠実さがあれば性格なんか関係ないさ。俺はこの先輩の教えを胸に毎日頑張っていた。それでも努力では何ともならない問題というものもある。俺の上司、部長との関係性だ。部長は俺が入社して間もない頃から嫌がらせ行為を続けていた。俺がというよりは一定数の社員がといった感じだ。ネチネチと嫌味を言ったり、自分の仕事を部下に押し付けたりと、典型的な嫌われ上司。それがうちの部長。
ある時期から部長の俺への嫌がらせが加速した。理由は部長の私情で俺には全く関係ないもの。というのも、俺の父と部長が高校時代のクラスメイトだったと発覚したのだ。いきなり父の名前を聞かれた時点でおかしいとは思っていたが、まさかこんな偶然があるとは、と当時は驚いた。俺が配属になった時から、もしかしてと部長は思っていたそうだ。今となっては、正直に父の名前を答えたことを後悔している。あいつはいつも俺を差し置いて学年トップで、俺は2位だった。しかも高校一番のマドンナ的存在のユキエちゃんと付き合いやがって、俺の憧れを。どうやら俺の存在自体が部長にとって地雷だったらしい。余談だが、ユキエは俺の母の名前だ。俺の両親は高校時代から付き合って結婚したと聞いているので間違いない。これだけは胸に秘めておこうと俺は誓った。これ以上は火に油だ。父に電話して部長について確認してみようかとも思ったが、両親を心配させてしまうかもしれないと気持ちがとがめた。ともかくそれ以来ずっと俺の苦労は続いている。今では部署内で一番の被害を受けていると言ってもいいだろう。部長の一方的な逆恨みで、しかも仕事に私情を挟むなんてどうかしている。しかも部長や俺の父が高校生の頃といえば、父が今年57歳だから40年近くも昔の話だ。100歩譲って俺について複雑な心境になるのは理解できるが、恨みが再燃するほどの執着心に俺は背筋が冷たくなった。それでも仕事を続けられているのは同僚や先輩に恵まれたからだろう。俺が不幸にも一番被害に遭っているだけで、部長の嫌がらせにうんざりしている社員たちが大勢いたのだ。部長は営業成績が良かったり、高学歴の社員には基本的に何もしない。そういう区別をする点に部長の人間性がよく現れていると思う。鹿島、また部長に何か言われたのか？俺が険しい表情でパソコンに向かっていたからだろうか、笠井という先輩が俺に笑いかけてくる。笠井先輩は俺が新人の頃からとてもお世話になっている先輩だ。名字が似ているのもあって、俺は勝手に親近感を持っている。営業成績トップの優秀な人物で、できる男という印象だが、嫌味な感じは全くしない。芯があって相手に向き合う誠実さがあれば性格なんか関係ないさ、と俺に言ってくれたのも笠井先輩だ。いえ、ちょっと嫌な記憶を思い出しちゃって。部長の嫌がらせのきっかけを思い出していたからとは言えず、俺は頭をかいて苦笑する。笠井先輩は俺が必要に部長から嫌がらせを受ける理由を知っているため、部長から俺をかばってくれる時も多かった。そうか、また何か部長に無理難題を押し付けられたら、ちゃんと俺や周りに相談しろよ。笠井先輩は白い歯を見せて笑い、俺の元を去っていく。俺は笠井先輩を尊敬してるし憧れている。本当にありがたいな。俺は気持ちが温かくなるのを感じ、残りの時間も頑張ろうと背筋を伸ばした。俺の会社では年に一回本社で大きな会議が行われる。各支社、各部門の業績のデータが本社に集まり、本社社長や重役たちの目に直接触れる重要な機会だ。それぞれ一番優秀な部門、あるいは個人に賞与もあるので、社員にとってメリットもある。もちろん、俺の勤める支社も例外ではない。だけど俺の業績は可もなく、不可もなくといったところ。
少しずつ営業成績は上がっているが、賞与を期待できるほどのものではない。そういう事情もあり、俺は気楽に構えていたのだ。事件は会議の日まで間もない時に起こった。うっかり間違えてたわ。外回りから戻った俺を部長が呼びつける。部長が見せたパソコンの画面を見て俺は青ざめた。いやー、お前の営業成績ゼロにして本社に送信しちゃったよ。こりゃうっかりしてたわ。わざとらしく繰り返し、ニタニタ笑う部長に俺は慌てて詰め寄る。ゼロって、こんなのあんまりじゃないですか。早く訂正して送信し直してくださいよ。あ？なんで？嫌に決まっているだろ？そんな真似をしたら、ミスをするいい加減な部長だと評価されてしまう。もうこのままでいいだろ。どうせお前の業績なんて大したものでもないんだから。実際にいい加減な部長だろうが。必死でこらえ、俺は拳を握る。そもそもミスではなく、わざとだろうと分かっていた。今までの俺への仕打ちから、部長の人間性など知れたものだが、仮にも役職持ちの上司である。いくらなんでも、こういった重要なことに私情を挟むとは。部長には心底呆れ、俺の中で軽蔑の感情がどんどん湧き上がっていく。もう送っちゃったし仕方ないよな。営業成績ゼロともなれば、給料やボーナス。もしかしたら、今後の昇進に響くかもしれないけど、仕方ないよな。憎い奴の息子が万年平になるとか、ざますぎ。チラッチラッと俺を見ながら、部長はいやらしく笑い続ける。何がうっかりだ。理由に俺の父が絡んでいるのが見え見えだ。部長は地声が大きいので、周囲の社員にも話は筒抜け状態。誰もが心配そうな表情で、俺と部長を盗み見ているのがわかる。俺と部長の不穏な空気を察して、どうしたんですか？と、笠井先輩が俺と部長の元へやってきた。部長は一瞬、げっと面倒そうな顔をしたが、俺が部長のパソコン画面を指し示すと、笠井先輩は察したように、じとーっとした目で部長を睨んだ。なんだね。笠井くんは関係ないだろ。部長が慌てた様子を見て、俺はチャンスだと思った。さらに部長を説得しようと、部長、こんなことは。俺は追撃の言葉を言いかけて口をつぐむ。笠井先輩が、俺の袖をかすかに引っ張って止めたのだ。俺は戸惑ったが、よく見れば、笠井先輩はかすかに口元を震わせている。これはもしやと、俺は大げさにため息をつく。そうでもしなければ、俺も笑ってしまいそうだった。部長に気づかれないように笑いをこらえ、はぁ、わかりました。もうそのままで大丈夫ですよ。そう言って背を向ける俺に部長は拍子抜けしたようだが、同時に安心もしたらしい。悪いな。まあ強く生きろよ。部長が明るい口調で茶化すように俺に追い打ちをかけてくる。先輩、もしかして気がついていたんですか？当たり前だろう。俺たちはオフィスを出て、ようやく吹き出した。俺の言った通り、訂正してデータを送り直さなかったことを、きっと部長は後悔するだろう。なぜなら、部長は致命的なミスをしていたのだから。本社で年一の会議が行われる当日、俺は商談に使う資料を作成するため、パソコンに向かって作業を行っていた。申し訳ございません。そこへ部長の裏返った大声が響き渡り、その場の全員がぎょっとした。部長の方を見ると、社内用の固定電話の受話器を持って、
必死にペコペコ頭を下げて誰かに謝罪を繰り返している。もしかしてあれかな、例の会議の。他の社員がこっそり俺に耳打ちする。かもね、部長これから大変だな。俺がそう言いながら視線を向けると、笠井先輩も俺の方を見て力強くうなずいていた。結論から言うと、部長の電話の相手はうちの支社長だったようだ。支社長は今日の会議のために本社へ出向いていた。本社会議には各支社のデータが送られた上で、支社長など支社の代表者も本社へ足を運び会議に参加するのだ。その重要会議でうちの営業部のデータに重大なミスが発覚したらしい。おそらく部長が行った例の嫌がらせについてだろう。定時近い時刻に支社長は帰ってきて、支社長が俺たちのいる営業部のオフィスにやってきた。入ってきた時から支社長は鬼の形相で、部長は顔面蒼白。あまりにご立腹だったのか、支社長は部長と目が合うなり部長を怒鳴りつけた。どういうことだ、なんで我が社の営業部のエース笠井くんの営業成績がゼロなんだ。笠井くんの業績は本社にも名前が届くほどだ。その彼の営業成績がゼロのわけがない。君のおかげで私は本社で大恥をかいたぞ。弾かれたように部長の視線が俺と笠井先輩に向く。俺と笠井先輩は顔を見合わせて苦笑するしかなかった。つまりはこういうことだ。俺が先日部長にパソコンの画面を見せられた時、俺はある事実に気がついていた。データ上、名前の並びは50音。俺の名前の隣は笠井先輩だった。部長はドヤ顔で俺の営業成績をゼロ表記にしてやったぜと笑っていたが、実際にゼロになっていたのは俺ではなく笠井先輩の欄だったのだ。俺と笠井先輩は同じ家業で、しかも最初の家の漢字が同じ字だ。おそらく混同したのだろう。なんてことはない、ただのボンミスである。よく見れば子供でもすぐ気がつきそうなものだが、俺がショックを受ける顔を早く見たくてろくに確認もしなかったのだ。普段から雑な仕事をしたり人に仕事を押し付けているから見直すという頭がなかったのだと思う。もちろん部長に画面を見せられた俺は青ざめた。このままでは笠井先輩に迷惑がかかると思ったから。しかし後からやってきた笠井先輩は俺に追及をやめさせた。部長の元から離れた時に笠井先輩は俺にこう言ったのだ。いい機会だ、部長にはいい加減痛い目に遭ってもらおうぜ。先ほど支社長も言っていたが、笠井先輩は本社に名前が届くほど優秀な人物であり、いずれ本社移動もあり得ると言われている人物だ。そのまま会議になれば、本社会議中誰かしらがおかしいと気がつき絶対に問題になる。そもそも営業成績ゼロだなんて露骨もいいところだ。本社会議で扱うデータの編集も送信もうちの部署では部長にのみ権限があり、履歴をたどれば部長が行った証拠の記録も残っているはず。雑な仕事をした部長を支社長自ら叱っていただこうという算段だ。部長はゆらりと立ち上がると、いきなり俺の胸ぐらにつかみかかり、支社長に向かって無理やり俺に頭を下げさせた。何をするんですか。俺の抵抗に部長は黙れと怒鳴る。そして支社長に向かって懇願するようにこう言った。支社長、私は悪くありません。こいつは私のミスを知っていたのにそのまま提出させたんです。ですから。俺は部長の手を振り払い、
自分のした行為を人のせいにしないでください。と声を上げる。そしてそのまま俺が部長に、うっかり間違えてたわーと言われた時の出来事を支社長に説明した。部下のデータを改ざんするなんて悪質行為、到底受け入れられません。しかもあろうことか部長は、私と笠井先輩の欄を間違えていたんです。私は部長にデータを直して再送信してくださいとお願いしましたが、部長は自分のミスを認めるのは嫌だと言って拒否したんです。俺の訴えに部長はデタラメを言うなとさらに怒鳴る。俺と部長の間でバチバチと火花が散る中、どこからともなく声が上がった。鹿島さんの言う通りです。部長は再送信を拒否してました。僕も聞きました。それに部長はこのままだと給料やボーナスなどに影響があるかもなーって笑っていました。すごく悪質だと思います。俺の主張を後押ししてくれたのは同僚たちだ。お前ら!部長が同僚たちを睨みつけると同時に、何?支社長の眉間のシワがさらに深く刻まれる。笠井先輩が口を開いた。部長はずっと鹿島を市場で目の敵にしていました。今回の一件もその延長線で行われたものかと。支社長の体がブルブルと震え、やがて溜め込んだ感情を吐き出すように、盛大にため息をつきながら吐き捨てた。子供の嫌がらせじゃあるまいし。部長はというと、往生際悪く、言い訳をずっとわめいている。騙されないでください。こいつらは私を陥れようと。そうだ。きっとデータも、鹿島が私のパソコンに不正ログインして。俺は自分のデスクからあるものを持ち出し、支社長に手渡した。そして部長を睨みつける。パスワードもわからないのに、不正ログインなんてできるわけがないでしょ。支社長、今お渡しした USB メモリには、今まで部長に言われた暴言の録音など、嫌がらせ行為についての記録が詰まっています。私だけじゃなく、他の社員の分も入っておりますので、どうぞご覧ください。USB メモリとは、パソコンやスマホに使用できる記憶装置だ。小さい見た目に反して多くのデータが保存できる。笠井先輩に部長に痛い目を見てもらおうと持ちかけられた時、俺はもう一つある提案をした。それは部長の嫌がらせ行為を訴えるというもの。俺は部長の目を盗んで、部長に嫌がらせを受けていた社員たちに声をかけた。事情を知ると部長に不満を持っていたみんなは喜んで俺に協力してくれたというわけだ。しっかり確認させていただく。支社長はうなずく。俺がそこまで用意をしていたと知らなかった部長は膝から崩れ落ちた。部長は俺や他の社員、そして支社長の顔をぐるりと見渡して、こんなつもりじゃ、俺はただ、鹿島に、あいつに嫌がらせしたかっただけなのに。と、がっくりとうなだれる。未だに部長の目には、俺越しに俺の父が映っているのかもしれない。だが、俺には全く関係のない話だ。上司という立場を使って不正行為をしたのだから、叱るべき処分が下されるべきだろう。部下の嫌がる顔を見たさに、大それた真似をして、全部ご自分に返ってきた気分はいかがですか?俺の発言に支社長が続けた。君は部長にふさわしい人間ではなかったんだな。私は判断を間違えていたようだ。部長、迷惑をかけた部下たちにも謝罪すべきでは?支社長の追い打ちがかかり、くそー!部長のおえつにも似たうなり声が響き、そして一度床をドンと拳で叩く。
申し訳ございませんでした。震えながら両手をつき、本当にかすかな声ではあったが、部長は謝罪した。明日からは、俺もみんなももっと明るい顔で仕事ができるに違いない。後日、部長は懲戒解雇となった。嫌がらせのためだけに、公正にしなくてはならない評価を改ざんしたという不正行為は大きかった。さらに、俺や複数の社員に対する嫌がらせ行為の証拠が提出されたことから、もう降格だけでは済ませられないと社長が判断したのだ。社長は部長の人間性をもっと見定めて昇格させるべきだったと、俺たち営業部の社員全員に向かって頭を下げて謝罪してくれた。それから改めて正しいデータで会議が行われ、見事葛西先輩が営業成績トップに。本来嫌がらせでゼロになるはずだった俺も、年々営業成績が上がっている点を支社長からお褒めの言葉をいただいて感無量だ。俺は今も営業部の一員として外回りや業務に励み、葛西先輩とも変わらずに良い先輩後輩の関係性を続けている。俺がもしも将来昇進する機会があれば、部長のような上司を反面教師にして部下に接していこう。娘が入社するからやめてくれ。今日で最後だ。社長から突然首を宣告されたのは20日の朝だった。え、でも。私はびっくりして言葉に詰まった。20日は取引先への支払い日。銀行振込のところもあるが、古くからの取引先には挨拶も兼ねて直接支払いに行く。ちょうどすぐにでも帰れそうな格好をしているじゃないか。特別に今日は休みにしてやるから、さっさと出て行け。ぐいぐいと背中を押されて事務室から追い出され、鼻先で扉をピシャッと閉められたが、どこから突っ込んでいいのか、まるでわからない。私は夏希。高卒でこの会社に入って今年で10年目の事務員だ。いや、さっきまで事務員だったと言うべきか。私が勤めていたのは家族経営の舗装会社で、社員が20名ほど。創業者で現在の会長が社長だった頃は職場の雰囲気も良くて、とても働きやすい会社だったのに。今でこそ現場を退いた会長も、以前は若手に混じって率先して働いていたし、奥様の桃子さんも会長が入院するまでは毎日会社に来て雑用を一手にこなしていた。娘の愛さんは現場も事務もこなす万能な人で、愛さんの夫も現場長として現場に出る社員たちから信頼されていた。創業者一族だからといって誰も偉ぶったり社員を見下したりしない。このままトラブルとは無縁の楽しい会社生活が続けばよかったのに、残念ながら現実は甘くなかった。去年の暮れ、会社の集団検診で会長に癌が見つかり、会長は社長を勇退することにして、現場長だった愛さんの夫を次期社長にすると決めた。私も他の社員も満場一致で賛成。会長には治療に専念してもらい、長生きしてほしいとみんなの意見がまとまった。ところが、どこで聞きつけたのか、会長の長男の健一さんが家族を引き連れ突然現れた。実は会長には愛さんだけでなく子供がもう一人いたらしい。健一さんは30年ほど前に感動され、私は全く知らなかった。子さんの社員から聞くと、健一さんは若い頃札付きの悪だったようで、警察のお世話になることもしょっちゅう。問題を起こしては会長と桃子さんが謝りに行っていたようだ。高校中退後はマルチ商法や詐欺まがいのことをしだし、ついに会長が感動したらしい。それきり長らく音信不通だったのに、健一さんはある日突然やってきて、親父、今まで悪かった、俺を許してくれと叫び、会長に向かって土下座した。私は
何事かとびっくりした。小さな会社で社長室兼事務室が一室だけだから私も一部始終を目撃したし、よく覚えている。健一さんは今までのことを水に流し、自分も会社で一緒に働きたいという。水に流してって感動された側から言う言葉ではないと思うんだけど。みんなには申し訳ないが頼む、健一にもう一度だけチャンスを与えてほしい。愛さんや子さんの社員たちは健一さんの過去を知っているから手放しには喜べないようだったけど、会長から深々と頭を下げられ、それでも拒否できる社員は誰もいなかった。こうして健一さん一家は会長宅の離れで暮らすことになり、健一さんは社員として、奥さんは専業主婦として会長宅の切り盛りをすることになった。娘さんは大学生らしく、会社に来た時に一度しか見ていない。会長は、世間に揉まれて苦労して健一もまともになったはずだと言っていたし、桃子さんも健一さんが家族を連れて帰ってきてくれたことを泣いて喜んでいた。これからは一緒に会社を盛り立てていこうと話していたのに、問題が起こってしまったのだ。健一さんは、長男だから次期社長は俺だと譲らず、愛さんや現場長と険悪になってしまった。会長の前だけは真面目に働くふりをし、実際は何もしない。肉体労働なんて現場がすること、お前たちは働きアリだ、黙って働けとパワハラ的な発言を繰り返す。あっという間にみんなから嫌われた。やっていられないと会長に直訴した若手社員も何人かいたらしい。でも会長も桃子さんも、健一を叱っておくからもう少し長い目で見てやってほしいと頭を下げるだけだ。そうこうしているうちに心労がたたったのか、会長の癌が一気に悪化。入院したのが3ヶ月前だ。すると健一さんは、俺が社長だと言い出した。社員たちは当初の予定通り現場長を社長にするよう会長や桃子さんに進言したが、結局2人は娘の夫よりも血のつながった健一さんを選んでしまったのだ。我が子可愛さに目が曇ったか、猛獄したものだななんて陰口を叩く人も出てきたし、あんなに和気あいあいとして楽しかった会社の雰囲気はガラリと変わって、すっかりギスギスしたものになった。このままではダメだと誰もが思い、ついに愛さんは現場長と陰で動き始めたのだ。すると必然的に会社の事務は私一人がすることになってしまった。今まで桃子さん、愛さんと私の3人だったから定時に帰れたけど、今は毎日残業だ。日付が変わることもザラにある。それなのに健一さんは、ジムはとにかく暇だと思っている。社長こそ昼間からキャバクラに行ったり、競馬やパチンコに出かけたりと遊び歩いているのに。社長との関係が決定的に悪化したのは、ある経費の問題からだった。会社のクレジットカードを使って自分の飲食代や遊興費などプライベートの支払いをするのを、ある程度はしょうがないと目をつぶっていた。でもいくらなんでも認められないレベルだったのだ。私は怒られるのを覚悟で社長にレシートを突き返した。こんな経費は認められません。はあ？なんでだよ。これ奥様の強制下着ですよね。業務には関係ありませんから経費にはなりませんよ。予想通り社長は真っ赤になって怒り出す。ふざけんな、社長の妻だぞ、聞かざるのが当然だ、経費だ。いえ、でも下着ですけど、奥様は社員でもないですし。私は口ごもりながら言い返す。社長の妻の強制下着代40万なんてどうして経費で落ちると思えるのか。私には理解できないが、社長の次の言葉はさらに理解不能だった。じゃあこれから強制下着の販売をうちの新事業にしよう。
そうすれば仕入れだから経費だろう。明暗だとばかり社長はドヤ顔をしてきたが、私は目が点になった。あの、うちは舗装会社ですけど。だから通した。取引先にうちとの取引を盾に売りつければいいんだ。買わなければ契約を打ち切ると言えばみんな買うだろう。必ず儲かるぞ。一つ売れば20万、セットで売れば40万、ボロい商売だ。社長は高笑いをしているけど、私はゾッとした。そんなの絶対にダメですよ。信用問題になりますからね。つい怒りに任せて、きつい口調で言ってしまい、社長から嫌われる対象になってしまったのだ。その日から、私は徹底的に社長からいびられるようになった。辛くて何度もやめようと考える。でも今までお世話になった会長たちのために頑張りたいという思いや、私がいなくなったらみんなが困るという思いから耐えて働き続けた。現実問題、私も急に仕事がなくなっては困る。とにかく耐えて準備が整うまで待とう。そう思っていたけど、なんと首を宣告されたのだ。今いきなり辞めたら取引先に迷惑がかかる。私は深呼吸して扉を開けた。無理です。こんな急には辞められません。引き継ぎも何もなければ娘さんだって仕事はできませんよ。それに今日は支払い日ですからね。絶対に社長は怒り出すだろうなと思いながら、私は一息でまくし立てた。案の定、社長はみるみる顔を赤くし激怒。うるさいぞ。娘が入社するから辞めてくれと言っているだろう。お前は今日で最後だ。支払いなんて向こうから取りに来るまで待たせとけばいいんだ。わざわざこっちから支払う必要はない。え？物を買ったらお金を払うのが当たり前ですよね。私が唖然としてつい子供に噛んで含めるように説明すると、社長も社長でまともな大人だとは思えない理不尽なことを言い出した。ふん、だったら別の取引先に変えると脅せばいいだろう。今回は支払いに行かないから全部タダにしろと言え。はあ？そんなことできるわけがないじゃないですか。私は呆れて言葉が出ない。まったく使えないやつめ。娘は大卒なんだ。事務なんて簡単な仕事すぐできる。娘なら身内だし、何を買ってもうるさく言わないからな。お前みたいに口ばっかりで仕事ができないやつなんてうちの会社にいらん。さっさと出ていけ。つまり社長は経理の管理を娘にさせれば使用分も経費で楽に落とせると考えているのだろう。ああそうですか。後悔しても知りませんよ。もうダメだ。言葉が通じない。私の堪忍袋の尾が完全に切れてしまった。私物をまとめ、さっさと会社を後にする。ただ、やはり取引先には申し訳ない。私は愛さんに電話をかけた。桃子さんは会長の看病があるし、愛さんも忙しいのは分かっていたけど、非常事態だ。私は事情を話し、後のことは愛さんに託した。会社を出ると、急に私は暇になってしまった。解雇予告もなしの解雇は、明らかな労基法違反。労基にチクれば、アウトだ。うちは、中退教という制度に加入していたから、私は退職金と1ヶ月分の給与を請求できる。中退教とは、中小企業のための国の退職金制度で、自力で退職金を用意できない会社の強い味方だ。でもこれは退職した日から5年以内に申請すればいいし、労基も時効は2年間だから、そこまで手続きを急ぐ必要はない。事務の職業病で退職時に必要な手続きとスケジュールを逆算して、少なくとも1週間はのんびりしてもいいと結論を出す。最近ずっと残業に休日出勤続きで家のことは何もできていないし、落ち着いたら行きたいと思っていた場所もたくさんある。
だから私は日帰り温泉に行くことにした。温泉でリフレッシュしてロッカーに入れたスマホを見ると何件もの不在着信やメール、留守電が来ていた。とりあえずメールを見ると愛さんからで、支払いは無事に終わった、準備は OK とのこと。私はほっと一安心だ。社長から急に辞めさせられたとはいえ、怒りに任せて仕事を放り出してしまったのは申し訳なく思っていたからだ。次に会社からの留守電を聞いてみた。すると慌てた社長の声で、おい、どういうことだ。俺が本当の社長じゃないだと。お前知っていたのか。ちゃんと説明しろと入っていた。やっと気づいたのか。本当にバカな社長だと私はくすっと笑ってしまう。それから私は順番にメールや留守電を確認し、会長からの留守電を聞き、急遽病院へ行くことにした。夕方になって私が会長の病室に着くと、桃子さんだけでなく社長も来ていた。会長は私を見るなり、ベッドの上でガバッと頭を下げる。夏樹くん、うちのバカ息子が本当に申し訳なかった。おい、どういうことだよ。正式な社長じゃないって説明しろ。事態が飲み込めず、健一さんが偉そうに怒鳴ってくるけど、会長がすぐに一喝した。お前は黙っとれ。実は私が愛さんに電話をした後、愛さんはすぐに会長と桃子さんに連絡をしたらしい。それを聞いた会長が慌てて社長に電話をし、お前本当に何も知らないのかと社長に話をしたそうだ。だからどういうことなんだよ。私は訳もわからずに怒鳴ってくる社長に向かって、つまり健一さんは法的に何の影響力がない名ばかり社長だったんですよとあっさりネタバラシをしてやった。知識がないとややこしくてよくわからない話かもしれないが、社長は社内の役割を示す呼び名であって法律で定められた役割ではない。会社を代表し対外的な責任を持つのは代表取締役で、単なる社長とは似ているようで全然違う。社長という肩書きだけなら社内で自由に変更できるが、代表取締役を変更するためには複雑な手続きが必要でかなり大変なのだ。3ヶ月前、健一さんが社長になることが決まった時、愛さんや現場長、古参の社員たちから強烈な反発があったから、私が会長を代表取締役のままにして健一さんを名ばかり社長にする方法を提案したのだ。事務員として手続きの大変さや会社関係の法律について知っていたから思いついた方法だった。健一さんが心を入れ替えて真面目に働き、社員全員から認められたら、その時に初めて法的な手続きを開始することになっていた。逆にもし健一さんが社長として不適格だとなった場合は解任するか、そのまま会社を廃業する予定で、愛さんと現場長が新会社を開業する準備を進めていたのだ。愛さんは健一さんの性格が変わるとは思っていなかった。会長と桃子さんは最後まで健一さんのことを信じていたけど、健一さんが私を不当解雇したことで目が覚めたらしい。会長は、経営者になるならしっかり勉強して社員を大切にしろと何度も言っただろうがと社長を叱りつける。でも社長はまだピンときていないようで、別に今からでも手続きをすればいい話じゃないかと言う。いや、もう無理だ。うちの会社はな、希望する社員には自社株を与えていて、大体みんな持っている。夏樹さんは 10% を持っているからうちの主要株主だ。夏樹さんの意見は無視できないし、自社株を持っている他の社員たちだってお前の味方をするはずないだろう。少しずつ事態が飲み込めてきたのか、社長の顔色が悪くなる。なんだって？でも俺だって株はあるんだろ？ゼロだよ。お前が本当の意味で社長になったら
私の分を渡そうと思っていた。お前には心底がっかりしたよ。どうせ私の余命があとわずかだからと財産目当てだったんだろう。会長はがっくりとうなだれ、桃子さんも悲しそうな顔をして黙り込んでいる。社長は開き直って、はん、当たり前じゃないか。俺は長男なんだ。もらえるものをもらって何が悪いんだ。会社は俺のものだと言い放つ。私はもう許せなかった。いいえ、違います。会社の全責任を持つ代表取締役は会長です。それから私は株主です。株主総会の招集を請求して社長の解任を求めることもできるんですよ。解任という言葉は理解できたのか、社長はみるみる真っ青になる。俺がクビにされるかもしれないってことか。くそ、ただの事務員じゃなかったのかよ。健一、夏樹さんの言う通りだ。こうなっては誰もお前の味方をしてくれる人はいないぞ。夏樹さんだけがお前にもチャンスを与えるように言ってくれたんだ。桃子さんがそこで口を開く。夏樹さん、あなたには本当に申し訳ないことをしたわ。息子かわいさであなたに迷惑をかけてごめんなさい。あなたがどうしたいか教えてちょうだい。私は社長を見る。社長、私はあなたの元ではもう働きたくありませんから、このまま辞めさせていただきます。ただし退職金はしっかりもらいますし、1ヶ月分の給与も残業や休日出勤の未払い分もしっかり払ってもらいますからね。労基にも報告させてもらいますし、株主の一人として会社に害のある人物は排除するため徹底的に戦いますよ。私がにっこりと笑って言うと、社長は真っ青を通り越して真っ白になった。私はついでに愛さんが取引先を回りながらしっかりと新会社の営業をしてきた話をしてやる。ほとんどの取引先が今の会社を見限り新会社に鞍替えしてくれることになったのだ。社員もほぼ全員移動してくれる予定になっている。そんな訴えてやるぞ。社長が半泣きで脅してきたが、会長が一蹴する。代表取締役は私だ。お前にはそんな権利はない。すると社長はついに立っていられなくなり、膝から崩れ落ちた。私は何とも言えない気分だ。社長、戻ってきた時に心を入れ替えて働けばこんなことにはならなかったのに残念ですね。何度もやり直したり調べたり勉強すればわかる機会はあった。チャンスを棒に振ったのは他でもない社長自身で、完全な自業自得だ。その後結局会長は会社を廃業し、健一さんは無職になった。社長の奥さんと強制下着の販売を始めたが全く売れず、悪質な訪問販売で通報され、ついにはマルチ商法で逮捕されたそうだ。愛さんが用事で実家へ戻った時、強制下着の入った段ボールがいくつも残っていたらしい。娘さんはどこか別の会社に就職したようで、詳しいことはわからない。私は愛さんと現場長の新しい会社に勤め出し、毎日楽しく働くことができている。これからも人との縁を大切に、私は真面目に生きていきたいと思う。私の名前はかずみ、29歳。介護の仕事をしながら一人暮らしをしている。先日4年付き合った恋人のトーマからプロポーズされ、私は嬉しくて迷わず OK した。トーマは自分の父が営む病院に医師として勤めており、若いのに優秀だと評判だ。私はトーマを支えるためにこれから頑張ろうと意気込み、新婚生活に思いを巡らせていた。まずはお互いの両親に挨拶をという話になり、私とトーマは私の母の元を訪れていた。我が家は母子家庭で、父は私が生まれて間もない頃に事故で亡くなっている。母が心配なので、私は大人になっても一緒に暮らすつもりだったが、大人になったんだから自立しなさいという母の意向で、私は就職を機に家を出た。
そんなわけで、母と直接会うのは私も久しぶりだ。笑顔で私たちを歓迎してくれた母に、最初はぎこちないトーマだったが、今ではすっかり打ち解けた様子で、私は安心していた。トーマったらここに来るまで緊張でガチガチだったのよ。私の茶化すような言葉に、あら、そうなの?と母が苦笑し、トーマが慌てて首を横に振る。あ、すみません。自分の両親のイメージで考えていたので。でも、お母さんが優しい人で安心しました。かずみさんは温かで、素敵な環境で育ったんですね。トーマは笑っていたが、少し寂しげだ。まあ、ありがとう。そんな風に言ってもらえて嬉しいわ。私も少し話しただけで、あなたが心優しい人だと分かりました。トーマさん、かずみのことをどうかお願いしますね。言い終わると、母はペコリと頭を下げた。ありがとうございます。かずみさんを幸せにします。トーマは目に涙をためて、深く頭を下げて返す。その後、三人で夕食を食べて、少し名残惜しそうにトーマは帰っていった。私がお皿を洗っていると、母がそばに来て嬉しそうに笑う。トーマさん、いい人ね。あなたを大事に思ってるんだなってよくわかったわ。カズミ、本当におめでとう。お母さん、ありがとう。温かな気持ちでいっぱいになり、私は幸福をかみしめた。私の母への挨拶から数日後、今度は私が挨拶をするために、トーマと二人で彼の実家を訪れていた。トーマを笑っていたのが嘘のように、今日は私は緊張でガチガチになっている。トーマの案内で部屋に通されると、三人の人物が私たちを迎えた。トーマのお父さん、お母さん、そして妹さんだ。結婚したら、この三人が私の義家族になるのか。義父は高級そうなスーツを着こなし、義母と義妹は派手な化粧とブランドの服で身を包んでいる。義妹は若さゆえか、つけまつげやチークで、特に厚化粧な印象だ。いかにもセレブといった空気をまとった三人に私は圧倒されたが、トーマが見えないように私の背中をポンポンと叩いた。おかげで緊張が和らぎ、私は深く頭を下げる。かずみと申します。今日はお時間をいただきありがとうございます。義母に促されてソファーにトーマと二人で並んで座った。義父が硬い表情で口を開く。トーマから聞いていると思うが、うちは病院を経営していてね。私がその病院の院長で、妻はセレブで優雅な専業主婦。そして娘は大手企業に内定済みの将来有望な逸材。それだけうちは優れた家柄なんだよ。挨拶というには自慢話に近い言い方に私は面食らう。さらに義父の医者としての優秀さ、室内に飾ってある調度品の自慢などにつながり、なかなか話が進まない。そこへ義母と義妹の自慢話も加わり、ますます終わりが見えなくなる。ずっと笑みを絶やさないように聞いていたのだが、私は早くも表情筋が悲鳴を上げるのを感じていた。かずみさんでしたっけ?あなたは何のお仕事をされている方なのかしら?ようやく義母から質問を投げかけられて、私は内心ほっとする。はい、私は介護の仕事をしております。私が答えると、トーマの父がため息をついた。はあ、介護なんて底辺の仕事じゃないか。俺たちの老後のお世話はお任せくださいとでもアピールするつもりかな?底辺って。私が言葉に困っていると、義母は顔をしかめ首を横に振る。まあ、嫌ですよ、あなたったら。どうせ金目当てでうちに嫁ごうとしてるに決まってます。そんな人間に老後のお世話なんて何をされるか。だったらまだお金で雇った他人の方が信頼できるわ。は、ウケる!ママに同意!義母と義妹の反応に義父が笑う。もちろん冗談だ。よりにもよって介護職だなんてな。義家族たちの言動に私は目を点にした。
私を露骨に馬鹿にする義家族たちの神経がわからない。怒りよりも、私の胸の中は戸惑いでいっぱいだった。笑顔が消えた私のことを嘲笑うように、義妹がニヤニヤとこっちを見ている。トーマは膝の上で握った拳を震わせていた。だいたいトーマ、他にもっといい人はいなかったのか？もともと出来の悪いお前のことだ。医者という職業を最大限に活用してでも、我が家のことを考えた結婚相手を選ぶべきだっただろう。追い打ちをかけるような義父に義妹が同意する。ほんとそれ、せめて高学歴とか美人だったらね。ずっとうつむいていたトーマが弾けるように顔を上げた。カズミといる時だけがほっとするんだ。どんな時も僕に寄り添って優しく笑ってくれて。はっ、そんなもの一円の得にもならんだろう。まったく、何を青二歳のようなことを。懸命に私をかばおうとするトーマをギフは完全に否定。最終的にトーマはうつむいて黙ってしまった。まあ親御さんに会うだけ会ってもいいと思っている。世間体もあるしな。後日トーマに都合のいい日を伝えておこう。ギフ母が席を立ち退出していく。義妹と私たちの三人が取り残された。何ボケっとしてるの。今日はもう帰れってことだよ。頬杖をついてニヤニヤ笑う義妹の言葉で、腹の底で縮んでいた感情が急に湧き立ち、カッと体温が上がった。この時間は一体何だったのだろう。惨めさや悔しさで頭がパンクしそうになる。私の挨拶から始まったが、ほとんど会話という会話もできなかった。一方的な自慢話や私への侮辱で義家族が笑っていただけだ。私はトーマの実家を後にした。後ろからトーマが私を追ってくることに気づいたが、私は構わず早足で歩き続ける。今日のために新調したパンプスだったが、感情に任せて歩いたせいかヒールに擦り傷がついてしまった。もう散々だ。カズミ、今日はごめん。その、家族が失礼な言い方ばかりして。追いついたトーマの謝罪に、私は足を止め。私だって、何も覚悟していなかったわけじゃない。多少何か嫌な言い方をされるかもってことくらいは想像してたわ。でも、まさかここまで馬鹿にされるだなんて。声を震わせる私に、トーマは私の手を握った。父さんたちは好き勝手言ってるけど、僕だけは君の味方だから。とっさに何か言い返そうとして、私は先ほどかばおうとしてくれていたトーマの姿を思い出す。確かに一生懸命さは伝わっていた。義家族の嫌味や嫌がらせをかばったり注意したりできない夫は世の中にたくさんいると聞く。それにトーマは子供の頃から親の期待に応えるためにいろいろと抑圧されて育ったと彼自身の口から聞いている。妹ばかり可愛がり、なかなか親の愛情を感じられなかったとも。こうして考えると、ほんの少しの勇気だったとしても、かばおうとしてくれたことが嬉しいと思えた。仕方ないわね。長い目で見ようかな。少し茶化すように、しかし怒っている姿勢は崩さずに私が言うと、ありがとう。今度はしっかり守るから。トーマは私を抱きしめた。あ、ちょっと道の真ん中でやめてよ。人通りは多くなかったが視線が痛い。でも嫌な気持ちではなかった。まだ少し頼りないけど、トーマを信じよう。そして私も義家族からトーマを守れるように頑張ろうと思った。数週間後、両家の顔合わせの日がやってきた。会場はトーマが手配してくれた料亭の個室だ。実は義実家への挨拶の後、どうだったと母が電話で聞いてきたのだが、母にはあまり歓迎されてないみたいとしか話せなかった。ありのままを話したら、温厚な母がショックで体調を崩しかねないと心配したからだ。大丈夫よ、私がついているから。
私が不安そうな顔をしていたからだろう。今も母が励ましてくれている。だが、トーマを信じると決めたし、私もしっかりしなくては。決意を新たにしていると、中井さんの案内で個室に通され、私と母はトーマと義家族に対面した。私が母子家庭ということに義家族は大いにびっくりした様子だ。おそらくわざと大げさにしているのだろう。なぜなら私が挨拶に行った日の時点で、私が母子家庭だということは家族に話してあると、トーマから聞いていたからだ。もしくは自分たちの自慢をするのに必死で忘れてしまっていたのかもしれない。まあ、母子家庭ですの？それでお母様は何をされてらっしゃるんです？そうですね。まあ、自営業は。母の言葉に、義家族は全員、明らかに馬鹿にしたように笑う。貧乏人というだけでなく、育ちが母子家庭と来たか。女の身で自営業なら稼げていないだろう。こりゃ、ろくな教育も受けてないな。特に義父は、母子家庭イコール教育がなってないという持論があるようで、私と母を、これでもかというほど否定した。トーマはというと、やはりうつむいて何も言ってはくれない。しっかりと大学まで出ていますし、人並みの常識は持ち合わせていると自負しています。それもこれも、すべて母が一生懸命私を育ててくれたおかげです。私の反論を、義妹が下品な笑い声を上げながら否定する。母子家庭で自営業？ふーん。じゃあさぞ貧しかったでしょ？いくら大学出たからって大企業に勤めていないあたり、貧乏なのは変わらないわ。お兄ちゃんを誘惑して玉の輿に乗ろうって魂胆が見え見えなのよ。まあ、本当のこと言っちゃダメよ。失礼でしょ？クスクスと義母と義妹が笑い合う。トーマは何か言おうとしている様子は見せるものの、相変わらず一言も発しない。やはり、結婚は無理なのだろうか。母がこれ以上傷つく前に帰るべきなのかもしれない。心配してちらりと見ると、母はいつも通り穏やかに笑っていた。母が何も言わないのをいいことに、調子に乗った義妹が続けて口を開く。お兄ちゃんさ、マジ今でも遅くないから和美さんと結婚するのをやめたら？それで次はこういう仕事できる系のかっこいい美人連れてきてよ。そう言って、義妹が見せてきたスマホには、義妹と、その友人にしては、少し年上に見える、綺麗な女性が映っていた。ああ、こちらの方は？母の問いに、義妹は得意げに語る。この人は大企業の人事部の課長さんよ！ママの親戚で、私にとってはお姉ちゃんみたいなものね。この人が人事部長に頼んでくれたおかげもあって内定できたの。それって、コネ入社ってこと？義妹に呆れていると、母が納得したようにうなずいた。はあ、なるほど。人事部長と課長が揃って、あなたの採用を推薦した理由がわかりました。よほどあなたに期待しているのかと思ったのですが、違ったようです。部長と課長には、しっかりお仕置きを受けてもらわないといけませんね。一瞬だけ、場が静まり、わけがわからずポカンとする義妹を見て、母はふっと笑う。あなたの最終面接には私もいましたが、お忘れですか？この時、ようやくすべてを理解した義妹は血の気がうせて、厚化粧をした顔が真っ白になっていた。社長！義妹が発した言葉に、義父母、トーマがぎょっと表情を変える。母はまだ私が小さい頃に祖父から会社を受け継ぎ、今では大手企業の女社長として会社を盛り上げているのだ。ちなみに母が社長をしていることは以前からトーマも知っていたが、私同様に義妹の内定先の社長ということまでは知らなかったらしい。偶然とは恐ろしいものだ。申し訳ありません。娘の会社の社長だとは知らずに。義母と義妹が高慢な態度を一変させ、血相を変えて謝るが、義父は、頭なんか下げるんじゃないと怒っている。この手のひら返しを見て、母が自分の職業を自営業と言葉を選んだ意味が
分かったような気がした。私も余計なことを言わなくてよかったと心から思う。でも、かずみさんとトーマの結婚が決まれば、私の娘もあなたの身内になるわけですから、何も問題ありませんよね。お願いします。娘は今までいくつも入社試験に落ちていて。必死に言い訳する義母に、母は眉を寄せた。お嬢さんは人として最低限のモラルを持っていらっしゃらないようです。そんな方は我が社にふさわしいとは思えませんし、私はコネによる入社は認めません。よって、娘さんの内定を取り消します。普段の温厚な母とは違う社長としての凛とした母の姿を垣間見た瞬間だった。母はトーマをちらりと見てこう続ける。トーマさんに、娘を頼むとお願いしたのは間違いだったのかしら？トーマははっと目を見開き、母と私に深く頭を下げた。僕の家族がお母さんやかずみさんに失礼なことを言って大変申し訳ございません。かずみ、約束したのに情けないままで本当にごめん。そして顔を上げ、僕はかずみさんと交際して4年。彼女の笑顔や優しさに何度も救われました。かずみさんと一生一緒にいたいと心から思っています。ずっと父や母の言いなりでしたが、目が覚めました。僕は家族と縁を切り、かずみさんとお母さんを大事に生きていきます。私の中に残っていた不安が涙と一緒に流れていくのがわかる。トーマの言葉に母は満足そうに微笑んだ。唐突に義妹の内定が取り消され、挙句に跡取りであるトーマから絶縁宣言をされた義家族はパニック状態。義母が考え直してと涙で訴えるが、トーマは首を横に振る。義父も後悔するぞと圧力をかけるが、トーマの意志は揺るがない。腹を立てた義父が、勝手にしろ！お前がうちの病院を継がなくても、娘が婿を取ればいいだけの話だ。俺たちと縁を切って泣きを見ても、我が家の敷居をまたぐことは許さんからな！と吐き捨てるように言う。意外とすんなり絶縁を認めた義父に私は驚いたが、息子を引き止めることは義父のプライドの高さが許さなかったのかもしれない。そもそも、女の社長なんてろくでもない。そのうち潰れるに決まってる。私は母や感心してくれたトーマに習い、毅然として口を開いた。男尊女卑なんていつの時代の話ですか？母は会社を引き継いでから社長としても母としても本当に頑張ってきました。私は母を誇りに思っています。あなたに母を馬鹿にする資格はないわ。義父はふんと鼻を鳴らすが、表情に余裕はなく強がっているのは明白だ。生意気な小娘が、お前のせいでトーマの一生も台無しだ。俺の言う通りにしないなら自業自得だがな。隣でトーマが大きなため息をつくのが聞こえた。挨拶の場で私や母を馬鹿にして攻撃するのは、単純にこの家族の性格からだと思っていたが、トーマを自分の思い通りに動かすためでもあったのだろう。トーマの人生の価値はトーマが決めることです。これ以上縛り付けないでください。義父は憎らしげに私を睨んだ。そしてへたり込んでいる義母と義妹を引っ張り上げると、典型的な悪役のように覚えてろと吐いて退出していく。室内に静けさが戻り、私は隣のトーマを見た。それにしても縁を切って本当に後悔はないのだろうか。私の気持ちを察したようにトーマは微笑み、私の手を固く握りしめた。その後、トーマは我が家の婿養子となり、義実家との縁を切った。義両親は跡取りを得るために義妹にいくつも医者とのお見合いをさせたが、毎回相手に断られたそうだ。きっと義妹の厚化粧と下品な性格を見透かされたのだろう。もしくは義両親のせいかもしれない。最初は乗り気だった義妹も破談続きで精神的に参ってしまい、最終的に引きこもりになってしまったらしい。さらに現在の義父の病院は閑古鳥が鳴くありさまだとか。
もともとトーマの優秀さで患者さんが来ていたようなので、当然の結果だと思う。泣きを見たのは義実家の方だったというわけだ。一方でトーマは遠方の病院での就職が決まり、私もついていくことに。母とは距離が離れてしまったが、パソコンでテレビ通話をするなど、頻繁に夫婦で交流しているおかげで寂しくない。いい時代になったものだ。いつか子供が生まれたら、義実家を反面教師に愛情を注いで子育てしようと思う。